はい、どうもこんにちは、これです。今回はウルカとゼローグ組み合わせ使っていきましょう。まずウルカですね、亀継承です。まあ亀溜まったらラッキーぐらいな感じで、溜まんなかったらオールドロップスマイル使います。まあこの子に関しては、そうやね、こっちでもいいけど、まあ個人的には別にね、経験あった方がいいと思うんで、こっちでいいと思います。はい、ウルカですね。まあまずこのウルカ必須なんで、変数難易度高いと思う。で、ゼローグにリダチェン武器継承です。今回は今ゲットできるサガラ装備つけてます。まあ早いしね、ターンも。ちなみにマッハとかでも全然 OK です。どうせ使わないんで、序盤は。で、ネルギー安定にケンシロウつけてます。ギミック耐性なんだけど、暗闇耐性1個埋めれてかつ毒耐性埋めれるんで採用してます。はい。で、ネルギー安定に操作負荷耐性武器。で、これがリナインバース武器ですね。まあ一応操作負荷耐性武器なら何でもいいです。はい。そしてこちら、カナンにカボデビ継承です。で、フレンドに関しては、こちら、お邪魔耐性武器のフレンドですね。これ使っていこうと思います。じゃあ実際にやっていきましょう。でですね、この編成7階層まではリダチェンしないでください。もう理由はね、めっちゃ簡単です。7階層までにリダチェンすると、アグニさんの突破方法が、HP を 70% から 80% ぐらいにして突破するっていう。まあ、厳密には多分 50% ぐらいでいいと思うんだけど、アグニってリダチェンした状態でいくと、99% ダメージからの、2万ちょいかな、ダメージ飛ばしてくれるんだよね。で、それがちょっと耐えれないので、まあ、できれば序盤は使わない方がいいです。まあ、別にでも正直使っても、まあ、どうにかなるにはなるんだよ。なるにはなるけど、怖えじゃん、やっぱり死んだら。これで、ウルカのリーダースキル発動すると8倍分火力が上がるんで、ゼログが5億3000万。なんとリーダーチェン前で5億3000万です。いかがでしょうか？普通のパーティー5億3000万出ますか？出ませんね。この耐久力で序盤から5億3000万打てるわけですよ。だから俺はアグニまでリーダーチェンしなくてもいいよって言ってるわけですね。そう、強いんでね。そう、別にリーダーチェンする必要性がなくて。だってこの時点で強いんだから、ね、リーダーチェンしなくてもさ、強いんだから。わざわざリダチェンしてアグニで死ぬ要素増やすよりかは、絶対勝てる状態でいった方がいいじゃん。だって、こんな強かったらもうさ、リダチェンする意味ほんとないんだよ。実はもうウルカとゼローグ自体が強いんだよ。そう、シンプルに。そもそもウルカゼローグで使えば強いのに、それにリダチェン混ぜてるだけだから、はい、10億。はい、10億。普通にやばいよね。あ、で、この子に関してはちょっと耐久しようか、さすがにね。はい、カット。ちょっと僕がバカすぎたんで、実はこれ2回目なんですけど、さっきね、青オーデン耐久して余裕でね7階層まで行ったんすよ。でアグニ出てきて、なんと1ターン目でリダチェンのボタンを押したんですね。まあこれ分かる人だけ分かってほしいんで、あんまバカなのバレたくないんで、1ターン目にリダチェンを押したんでやり直しました。いろいろとさせてください。行きましょう。ちなみにアグニのリダチェンは2ターンです。その2ターンの時に、リダチェンを押すとどうなるか、2ターン後にどうなるか、皆さんでお考えください。はい。ということでやっていきましょう。もうね、リダチェンしちゃいます。アグニとか気合で頑張るぞ。気合で HP いい感じに調整すればいいだけじゃん。いける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 。はい、てかもうリダチェンしちゃいます。じゃあ軽く見ていきましょう。これでいくよ。はいはい、完璧。これでね、闇落ちコンとか降ってきちゃうともうやばいんだけど、降ってこなくてもやばいから。ちなみに、あー、降ってきちゃったわ。これでだいたい17億。おい、17億じゃねえ。何してんのゼローグ、お前。17億じゃねえよ。俺も俺で何言ってんってか、17億出すの。多分これ回復しないで突破すれば問題ないと思うんで、回復しないで突破します。はい、行きましょう。多分それでね、大丈夫だと思う。これで突破できるから、回復さえしなければ大丈夫だと思うけど、回復めっちゃ打ってきたら怖いかな。あ、落ち込んだしたから大丈夫じゃん。はい、多分これで大丈夫だと思います。行きましょう。さあ、アグニ来い。てかアグニ来ないと分かんねえから、アグニ来い。 OK。はい、大丈夫ね。やっぱりだから HP50% でちゃんとあれしてれば大丈夫だわ。はい、ただまあ HP 調整できないときに突破しちゃうとまあ本当に怖いんで、まあもしね、そんななんかガチガチに周回とかしてない人とかね、普通に使いたいってだけだったら、リダチェンせずにここまで来てあげてください。ちょっとめんどくさいだけなんだよ。で、倒していきます。はい、さよなら。お、闇ドロップめっちゃあるね。これいっちゃいます、皆さん。あ、ちょっとお前来たらいっちゃえないんだけど。いや、行っちゃうか。いや、やめとこう。今、無効感組んで、ちょっとみんな行くで、みたいなこと言おうと思ったんだけど、ここでグダってるとこが僕あんま好きじゃないんで、ちょっと倒してます。76のメリットだからね、やっぱり。76のメリットだから、コンボ吸収でグダらないっていう。はい、これで行きましょう。12コンボ。さあ、闇大量に含みましたよ。はい、12億。てか、毎回10億超えてんじゃねえか。なんだこれ。毎回10億超えてるやん、もう。壊れちゃってんじゃん、これ、環境が完全に。おかしいだろ。あ、で、回復目覚め来たんだけど、まあ別に問題ないんで、ネルギャンと打ちましょう。まあネル常に回しておけばね、闇ドロップ降ってきてくれるんで、大丈夫ですね。まあ回復力落ちるのに関しては、なんだかんだ76だしね、そもそもカナン自体が結構回復力高めで、はい、こんな感じで、意外と回復力高いんで、そんなに問題じゃありません。はい、で、どうせね、ウルカでカムイ、おぉ
溜まってないと来るの早すぎて溜まってないパターンね。まあ、これに関してはね、耐久するために止まってもいいし、まあ止まんなくてもいいよ。でこれ何だ、木が消せなくなるの。オッケーオッケー、もうじゃあ関係ないから倒しちゃいます。水とかね、パーティーに1体しかいないからね。しかもウルカその位置にいるから。でこの子に関してはもう普通に殴ってあげれば簡単に死にます。はい、こんな感じで。でまあ耐久力自体もね5万1000しかないように見えて、これで 43% 軽減あるんで、イズイズとか来ても大丈夫と。はい、11階層。はい、そもそもイズイズじゃなかったっていうね。オッケー、倒していきましょう。まあこの子に関してはもう76パーティーで俺の前に出てきたお前が間違いだよ、はっきり言って。このパーティーでお前に負ける要素は一つもないからな。さあ10コンボ、かわいそうだな、ちょっとかわいそう通る。さすがにこれは勝ち目ないじゃん。だってで12階層、当て穴か。じゃこれちょっと耐久します。2ターン、多分仕切りやストライクも耐えれるんで。はい、オッケーですね。じゃあ神溜まったんで使っていきましょう。ちょっとでも盤面喋るんだ君。ちょっと盤面荒れちゃってるんで、このまま倒してます。いきます。こっから組んであげて、一応お邪魔は全消ししておいて。全消しできなかった、まあいっか。はい、こんな感じで回復しておきましょう。まあ意外とね、回復力ブラキ食らってる場合低いんで、ちょっと注意必要かなと思った。はい、オッケー、突破していく。さあ続きまして13階層。ちなみにここまで音つけ忘れてました、すいません、さっきつけました。ネルギアンだと3ターンか。じゃあ回復読んでから突破が一番無難ですね。まずこの邪魔なお邪魔ドロップ全部消しましょう。はい、これで OK かな。で一応回復呼びたいんで、いらない色消しておいて。ちょっとね、でもねこれ落ち込んでね、闇が消えすぎるのが一番怖いんだよね。ほら言ったじゃん今、俺が言ったじゃん今絶対来ると思った。まあ耐えれるやろさすがに。何してくるっけ、あなた怒ったら怖い人。ちょっと許してお願い、今事故じゃん今のさすがに。俺全然悪意ねえよお前に対して。お前のこと嫌いじゃない。あー優しい、本当にこの人本当に優しい。どっかのイズイズとかと大違いだなマジで。覚醒向こうから次、疲れを癒してくださいとか言って毒花火してくる、あのやばいやつらなマジで。あの兄弟どっちもやべえだろ本当に。あの兄弟と大違いだ感じで、イズイズ兄弟とは。オッケー、おゆちくんで倒していきます。6億3000万。コンボ吸収に関しても76の前ではもうはっきり言ってないも当然ですから。さあ来たよ、いらっしゃい。でもルーレット残したいんで、ちょっと今回普通に用なしなんで倒します、ごめんね。マンティカンのルーレット76で邪魔になることほぼねえから、ほぼねえし、てか欲しいし、1個足りてない時にどれだけ便利かこのルーレット。絶対欲しいわマンティコのルーレット。 OK、 これで倒していきましょう。はい、まあ、余裕ですね。でまあ神使ってあげればブラキの回復力減少も減るんで、グンダリからの、ヘラニクスかもう普通に耐久できると思います。はい、15階層。順調さやばし。でこれさ、多分こんなコンボしてるけどいらないよねさっきから。俺なんでこんなコンボしてるんだ、なんかやばい、もうタイム求めちゃう体が。あ、でこんなん別にさ、これで絶対抜けるわけじゃん。だってなんで俺こんな必死に回復してたんだろうさっきから。あ、間違えた、攻撃してたんだろう。あ、でも落ち込んが結局来るっていう。だから余裕だよな、やば強。さあ16階層、ぐんだり、うん、全然食らえません。はい、残念。ヌンとかマジで何の問題もないよ。今俺に何かしましたか、さすがに怒られる。 OK、 10階層。はい、今俺10階層っつった？17階層ね。はい、バース、もうちょ、何バース、どうしたお前、俺に勝てると思ってきたの？いいけど別に。ネル打って闇向こう感組みたいから闇ドロップ供給して、あ、誰それ危な。はい、でこれで8コンボ無効貫通の追い打ち。はい、オッケー、いいじゃね。はい、13億。13億じゃねえ、13億出すなお前はい、13億じゃねえよ、俺も俺で。あー、闇全然降ってこないな。ネルギーランドの目覚め無能かマジで。闇全く降ってきねえじゃん。まあ、別に今このターンで倒す必要性もないし、ちょっと一旦耐久してから倒すか。ネルギガントの目覚め無能だな、4ターンしかないくせに。全く闇降ってきてねえじゃん。なんだこれ。はい、これで。
まあさすがに打ってくれやろ、さすがに。はい、オッケー。何消せなくなる？あ、消せなくしない系男子。でもどっちみち色消されちゃったしな。もう一回耐久するか。まあいいや、別にそんなね、慌てて突破してもいいことないから。ちゃんと耐久していこう。まあ少なくとも言えることは死ぬことはない。それだけは簡単に言えるかな。はい、オッケー。ネルギアントさん頼むで、さすがに。微妙。かもなし、不可もなし。良くもなし、悪くもなしって感じ。はい。オッケー。で、ここで無効管組んであげて、あ、HP50 ペカだね。あー、6コンボ !7 コンボナイス！オッケー、まあ、これは14億なんで絶対いけるでしょう。今の落とし、神か。まぐれ落とし。あざす。さあ、19階層。ここ、ネルギアント打ちましょう。絶対打ちます、ってか。で、打ってあげて闇分割して倒していきましょう。いや、強すぎ、マジで。何これ。え、これちょっと待って。もうボス終わっちゃうけど、大丈夫？え、裏異形の存在？え、あれ？もしかして、このパーティー、裏異形の存在壊しちゃった？これ。強すぎるのでは？だって毎回10億ぐらい出てるし。だって今のでも5億だからね。闇こんだけ少なくて5億だから。76の暴力。76ネルギガンテの暴力っていうのがあるからさ。おかしいじゃん、これ。これ待って、一回場面整理しよう。一回場面整理してあげて、もうぶっ潰すわ。マジ任してほしい。あ、でも落ち込んだりか。カナン使ってなかったしね。あ、じゃあまあいいや。そんな別に火力出ないし。これ、無効管なしでも倒せそうだけど、まあ一応無効管組んで倒しましょう。怖いからね、言っても。ここまで来て負けて取り直したが絶対だから。はい、ゼロ打ちます。行きましょう。リガチェン前のウルカ、マジで強かったな。いや、それがこの編成の感想なんだけど、ガチで。リダチェン前のウルカ超強えじゃん。ウルカゼローグの時点で強い時点でお察しだったわ。はい、これで終わりですね。はい、21億。感想！もう、文句なしの動画。もう、どうすか皆さん。これほどまでに強いんですよ、このパーティー。ちょっと気になりませんか？もしね、パーティー組める方はぜひ76ウルカゼローグ使ってみてください。個人的に、火力面に関してはティファとか余裕で超えてるんで、裏異形に関して火力で困ることは一切なくなるから全然いいと思う。マジで、ビッグウッドとかもね、無効管1個でぶっ潰せるんで、壊滅するんでね。まあぜひともね、使える方は使ってみてください。そんな感じで今回は裏異形攻略でした。ちょっと前半下っちゃったんだけど、タイムだけ見ていい？まあタイムに関してもね、アオーディン出てこんな感じだったんで、超強いと思います。ぜひとも使ってみてください。そんな感じでご視聴ありがとうございました。まあ寝てたからな！バイバイ！